こんばんは、岡田敏夫ゼミです。今日はですね、3月11日ですね、えー。腰が悪い中ですね。まあ、徐々に徐々に良くなってるんですけど、一心一体であります、えー。開演遅かった。いや、そんなことはないんですけど、なんかね、あの、システムが変わったそうなんですよ。で、えー、前は開演のなんか2分前か1分前ぐらいみんなが入れたのが、今はもうなんか直前ないと入れない仕様になっちゃったそうです、えー。ではでは行ってみましょうか。えー、と、 まあ今回はこれですよね。カリオスの城。えーっていうのをやるんですけども、やっぱりね、あの準備してみたら1回で収まらなくて前後編2回になります。3回になるんじゃないかなと思ったんですけども、まああの2回でやるためにですね、今日はもう本当に、えー、やや早口でやらなきゃ、<laughs> 90分ではもう,もう最初から終わらないんですよ。なので、あの、トイレ行こうという方はですね、途中でなんか、 もうあの、行く時間勝手に自分で作った方がいいですよ。2時間近くやるんじゃないかなと思いますけど、よろしくお願いします。喉は治ったうーん、喉はね、なんかね、そんなよろしくないでございますよ。まあ、薬は飲んだから一応は治ったんですけど、じゃあちょっとこのフィアットには、こちらに行ってもらっても、う今日はね、出し物が多いから大変なんですよ。こちら側で。 えー、じゃあ行きましょう。えー、一応ですね、今日、カリオスの城、前編、前後編というふうなことでやっていきます。で、えー、っとですね、まあ、あのー、今日やるのはですね、アバンタイトル。一応、あの、オープニングの前をですね、まず、徹底的に分解するというふうなことでですね、最初の謎、クエスチョン。 ですね。まあ、世界不思議発見形式でやってみようと思います。で、次はですね。まあ、あの、完璧なオープニングの秘密。なんであの、ルパン三世のカリオストンシルのオープニングはあんなに完璧なんだろうって、ば僕だけが言ってるのかわかんないですけど、ね、<laughs> 完璧、まあ。ちょっとそれの分析と、あと、まあ、ブラカリシロという名前でですね。まあ、あのー、 まあ、あの、ブラタモリ形式ですね。カリオストン城という作品内の土地をちょっといろいろブラブラ回るという妄想をしながらですね。まあ、あの、模型も作りましたんでですね。あの、ちょっと皆さんに、えー、どういう風な風景を宮崎駿が頭の中で考えてたのかっていうのを見てもらおうと思います。で、最後は夢の国の宮崎駿ということでですね。ちょっとあの、今回の、まあ、最初のクエスチョンに対する、あの、返答みたいなものをやってみようと思います。で、まあ、途中で、あの、なんだろうな。 多分このオープニングのあたりまでで、えー、っと、無料放送が終わっちゃうと思いますけども、よろしくお願いしますということで,ですね。えー、今の、はっきり言って、今回と次回は、もう本当にかなり密度高くブラ、あの、カレオスの城やるんでですね、 えー、ぶっちゃけチャンネル登録今のうちにやっといた方がめんどくさくなくていいです。で、今週と来週終わったらですね、再来週は気を抜くので、もうその時はやめていいですから。<laughs> 今のうちにあの、なんだろうな、有料の登録しておいてくれて、で、今週と来週終わったらもう解約して大丈夫ですからですね、えー、やよろしくお願いしますというふうなことで、えー、じゃあ行きましょうか。ですね、この二つでやっていきます。えー、ではでは。 ですね。えー、アバンタイトルですね。えー、カリオストンシロアバンタイトルっていうのは、いわゆるあの映画の題名が出てくる前の部分っていうのがアバンタイトル。アバンって言うんですけども、えー、この話からしていきます。まず最初のシーンですね。いわゆる東方マークが出て、東京ムービーっていう制作会社の名前が出てきて、最初の画面がこれですね。で、えー、 なんかビルの横にワイヤーがあってですね。で、そのワイヤーからですね、あの、金袋、金の袋が降りてきて、次に嬉しそうな顔した次元が降りてきて、その時に嬉しそうな顔したルパンが降りてくるというシーンです。で、これでですね、なんかあのー、何かが起こっているのがわかる。で、ポイントはここの窓ですね。ルパンがあの降りてきている時に、この窓の明かりがパッとついて、次の展開につながる。つまり、まあ、この大きい建物からお金を盗んだ。で、中の人間が気づいたっていうのが、この明かりの点灯になるわけですね。 で、明かりがついたら、いきなりですね、その明かりがついた建物の正体がわかると。これがまあ、えー、ここの真ん中にですね、あの、モナコって書いてある、モナコの国営カジノですね。モナコの国営カジノからですね、えー、お金を盗んできたですね、ルパンと次元、えー、がいるわけですね。で、えー、さっきついてた明かりはおそらくこの角部屋あたりですかね。なんか多分ここら辺の、 あたりからワイヤーで降りてきたんでしょ。で、盗んできて降りてきて明かりがついて、で、一斉にいろんなところの明かりがついてお金を、まあ、盗んだ二人が走ってくる。奥から手前走ってくると。一応あの夜だというのがわかると。えー、盗んだ金額50億って言ってますから、まあ、まあもちろんドルベースで話してるわけでしょうからですね。実はこの時に6000億円ぐらい。 <laughs> ルパンと事件盗んでるわけですよね。<laughs> はいはいはい。<laughs> なのでですね、実はこれもう泥棒を生涯引退できるような金額を盗んでるは盗んでるんですよ。で、えー、まあまあ一体何ドル札があったのか、まあだから現金だけでなくて債券があったのか何なのかわかんないんですけど、一応50億って言ってますからですね。<laughs> ということでですね、二人が逃げていくという,ふうなことです。まあここら辺もですね、あの、ラブホテルメグロエンペラーをモデルにしたと言われるカジノデザインも楽しいですね。<laughs> で、 走ってきてですね、後ろから追いかけてくるんですけども、これでまあ登場しました、えっ、ー、と、フィアット500というですね、イタリアの車にですね、ルパンと次元がパッと乗り込んでですね、えー、逃げます。で、えー、まあまあ、あの、ここのところに乗ってる、これあの、ちょっとわかりにくいけど、五右衛門なんですね。五右衛門の頭の先だけがちょっと見えてて、でわざわざ五右衛門のですね、残党剣の、あの、 棒みたいに見えるんです。これで、ね、はっきり書いてるんですね。あの。絵コンテにもですね。はっきり棒を書いてくださいという指示がある。 で、これなんでかって言ったらですね、単純な話で、最初ですね、あの、五右衛門出すつもりなかったんですね、カリオストンシロ。ルパン三世、カリオストンシロって、ルパンと次元だけでやりたかったんですよ。ところが会社の方からですね、あの、怒られてですね、いい加減にすると、五右衛門出せ、藤 <laughs> 子出せと言われてですね、しぶしぶ宮崎駿はですね、五右衛門出した暫哲剣ですね。なので、あの、 ところどころにですね、ゴエモンがいたという証拠を入れなきゃいけないので,ですね、<laughs> フィアットの後ろ部分にですね、ゴエモンのちっちゃい頭とですね、斬鉄剣がちらっと見えているというのがあって、これは後のカットでも出てきます。だからあの、ゴエモン、なんとかね、藤子は本編の構造の中に入れるのを成功したんですけども、ゴエモンは最後の最後までですね、使いどころがよくわからないまま入っていると。ただそれのおかげでなんか今回の話って、焦点がぶれずに、なんかルパンと次元のうまい、 相棒ものになってるというふうな、あの、まあ、あそういういいことがあったとは思うんですけどで、ね、えー、です。で、 ごえもんがいた証拠がですね、あの、悪党どもがですね、悪党どもじゃないですよね。あの、カジノの用心棒が逃げる時にですね、スパッとこう車で切れてるんですね。で、よくよく考えてみれば、こんなことできるのはごえもだけなんですけどですね、<laughs> あまりにもごえもんを書きたくない宮崎さんはですね、こういうごえもんがいたっていうことをですね、なんかこう、こんな事件がありましたっていうのを今年が書いてないんですね。なので、まあ、あの、次回ですね、カリオスとの城が金曜ロードショーで放送された時に、このツイッターでですね、 ゴエモンゴエモンゴエモンというふうになると思います。<laughs> ということで,ですね、えー、ルパンたちはですね。 えー、ものすごいご機嫌でですね、あの、高速道路走ります。この次のシーンがいきなりもうこうなっててですね、すごい積んだかたった積んだかたったって音楽がかかってですね、この、めちゃくちゃ嬉しそうなですね、このルパンの顔が見物ですね、この、めっちゃ嬉しそうな顔をしてですね、で、この車もですね、運転がめちゃ荒いです。この左車線から右車線、右車線から左車線というふうに、カク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 と動きながら、後ろのおじさんがびっくりしながらですね、まあ走ってるわけですね。で、 えー、ところがです、ね、これ、僕やっぱね、うまいなと思ったのが、あの、演技を車にさせてるんですね。ルパンの表情とかは割と固定のまんまなんですけども、盗みがうまくいってはしゃぐっていうのをフィアットが、このめちゃくちゃ、大げさに書いてるぐらいでっかいですね、あの、車の間をですね、さーっと縫うように走ってたかと思うと、急にですね、ルパンが、あ、逃げささつだというふうに気がつくと。で気がつくと、 車の速度がブーンって下がるんですね。で、高速の端っこの路肩の方に車が、フィアットが移動して、そうすると後ろの車、後ろから車がブン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 追い抜くと。さっきまで、その、いろんな車を追い抜いて間を縫うように前へ前へ行ってたのがですね、あっと、ルパンががっかりした瞬間に速度が本当に下がっちゃって、周りの車にバン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 追い抜かれると。こういうなんかその、速度差による演技。 でソク度さんによる演技っていうのは同時にこれは割と作画的には簡単なんですね真横からのアングルですからこういうことでですね作画的に楽をしながら演出してるっていうこのうまさですねあのルパンのカルウスソンの城のうまさっていうのはこういうなんだろうなほんのちょっとした演技っていうのをみんな普通セリフとかですねそういうのでやろうとするのを全部動きだけで見せるその動きも必要最低限なその動画の手間でやって で、なんか見せ方っていうのを工夫してるところがアニメーションのこの教科書と言われてるところですね。で、あの、偽札だと気がついたルパンはですね、捨てちまおっていうふうに次元に言います。で、えー、これ偽札だとゴート札だっていうふうに次元に言うわけですね。で、国営カジノリまで出回るとはなっていうふうにルパンが投げて、よし、次元次の仕事が決まったぜパーッと、前祝いにパーッとやるかっていうふうに言います。前祝いにパーッとやるっていうのが、 これですね。はい。あの、前いにパーッとやるって言って、天井を開けて、えー、いきなりですね、ゴート札をバーッと捨てています。で、えー、ちょっとこれ下の方まで映してください。ここのところにですね、はい、あの、ちゃんとゴエモンの頭が映ってます。で、ここのところにある小さい茶色い棒が、あの、暫鉄剣ですね。<laughs> 本当にゴエモンいるんですよ。本当に書きたくないんですよね。<laughs> <laughs> はい。で、えエモンの後頭部が見えて、パーってやろうというふうなことで、ここね、見た瞬間に、柵が本当に頭がおかしいぐらい大変なんですね。もう一枚一枚の札が本当にうわーっと待ってって、うわーってびっくりしたらそれどころでなくてですね、その、ちっちゃいフィアットからこんなに金が出てくるのかっていうぐらいですね、札束がダーっと流れ出して、で、えー、うわーっと宙に待っていって、で、 ここですね。えー、こっからですね、オープニングの開始です。オープニングでですね、これあの、気がつきますかね。え一番最初、カジノを襲った時は夜だったんですよ。で、え三、ー、人が逃げていく車、だな。このあたりで、こう、夜空が明けつつあるんですね。 で、えー、もう車が走ってる最中にだんだん夜が明けてると。この、なんか国営カジノの金庫破りしたのは多分午前4時過ぎぐらい。で、こう逃げてくる間にだんだん夜が明けてきて、で、空が明るくなってきて、で、最後にこうお金がバーンと青空に舞っていくっていうですね。こうなんかすごいダイナミックなことをやってるんですね。で、と同時に、その映画全体の始まり方としては、あの、 なんだろうな。夜の風景で、金庫破りをするという暗い画面からですね、徐々に徐々に明るい話になって、で、ま、すごい満員の、ま、車がぎっしり詰まってる高速道路を抜けて抜けて抜けて走っていくところから、徐々に徐々に他の車がいないところへ行くっていうですね、どんどん画面が抜けるっていうんですけども、こう見通しがいいところへ移っていくと。 こういうふうなオープニングになっています。で、ここでお金がバーっと回っていったら、チュールールルルルー、ルルルルー、というふうな形でオープニングが始まるですね、えー。ご存知、カリオストロの城の始まりということであります、えー。このカリオストロの城のですね、オープニングに関してはまた後で、えー、ちゃんと解説しますけれどもですね、こうあの、ルパン三世カリオストロの城っていうのは、この場面転換の色味、あと構図、圧縮気味で、やや暗いところで押し込められた感じになるのか、 明るいところでこう、晴れたところでこう、なんだろうな、抜けがいいところになるのかという変化もあるので、その辺ちょっとね、注意して見ていただければ面白いと思います。お、ここまでもう15分になっちゃったな。よいしょ。さて、<coughs> まあ、こういうふうにですね、ルパン三世の まあまあ、見ればわかることばっかり言ってもしょうがないんでですね、今回は、あの、まあ、えー、最近僕がハマってるですね、ハマってるか、世界不思議発見方式っていうふうに呼んでるんですけど、<laughs> 世界不思議発見方式で、まああの、いろんなですね、この作品の中にあるミステリーをこう、解いていきたいと思います。で、このカリオストの城っていうのは、この今のアバンタイトルですね、これ公開当時からですね、熱心なファンの間で、このアバンタイトルなんか変だっていうふうに言われてた で、BS アニメアワーっていう番組があったんですけど、この中でも僕は、その中でも僕自身矛盾があると言ってるんですね。で、それは何かっていうと、その国営カジノ、モナコの国営カジノから盗んだお金が偽札だったと。で、ルパンは国営カジノにまで出回るとはなって言うんですけども、だから偽札だということで,ですね、捨ててしまうんですね。こうさっきみたいにバーっと。これ変じゃないかと。 よくよく考えてみたら、国営カジノで流通してるようなもんだから、もうそれ2冊であろうがどうか使えるんですよ。50億取ったんだから、別に捨てなくていいじゃないかと。いや、そうじゃないんだと。まあ中にはですね、なんかその、 ルパン愛が激しい人たちは、いや、ルパンは本物しか愛さないんだっていうふうに言ってるんですけど、じゃあ、ラストシーンでですね、藤子がですね、2冊の原版を持ってですね、バイクでガーッと逃げていくときに、ああ、藤子ちゃんって言って追いかける。じゃあ、それは何なんだと、2冊の原版は欲しいのかっていうふうなことになって矛盾してるんですね。で、これ、公開当時からいろんなですね、同人誌でもですね、突っ込まれたんですよね。なんでこういう、 矛盾があることをしたんだろうと。まあ、宮崎隼は先に映像がね、こう前提にある人だからっていう風な人もいますし、今コメントも流れた通り、泥棒としてのプライドがあるみたいなものもあるんですけど、<laughs> 泥棒としてのプライドがあったらやっぱり2冊の原版っていうのも変なんですけどもですね。<laughs> えー、ということでですね、あの、じゃあ、次元も騙されるほどの、あの、国営カジノも騙されるほどの2冊があるんだったら、どちらかというとカイトルパンとしてはですね、その偽冊を、 なんかこう、すごいものとして自分で作ってもいいはずなんですね。ルパン自身が2冊を作ったら、いわゆるテレビシリーズのルパンだったらありそうな話になるんですけどもですね。なんでそうじゃないのかなんで捨てちゃったのかですね。えー、これをですね、今回の、えー、まあ、クエスチョンですね。謎としてやってみたいと思います。えー、一応ですね、皆さんにも聞いてみましょう。なんでルパンは札束を捨てたんでしょうか <laughs> さっきね、いろんな人も、あの、いろんな人がコメント書いてみたんですけどもですね。 まあ一応あの今回の放送のラスト までで、えー、この謎をですね、僕なりに、こうであ、あ、こうなんだな、というのが分かったのでですね、話してみようと思います。暗い人のことを思い出したから、ついカッとなって、流儀に反する。いいな。<laughs> 売るため、はいはい、はい、はい。悔しいから、オープニングかっこよくするから、プライド、再挑戦のため、若さゆえの過ち、コピー嫌い。早 <laughs> 尾が作画力を誇示するために。早 <laughs> 尾の気まぐれ。<laughs> いいですね。はい。えー、じゃあ、あの、まあ、 この、あの、ミステリーちゃんとですね、僕見たところには理由があるんですね。で、それはなぜ宮崎駿がカリオストン城という映画を作ったのかに隠れていたというふうに僕は考えます。で、そのヒントとなるのがですね、宮崎駿自身のルパン三世カリオストン城が公開された翌年ですね。よいしょ。1980年の10月、ちょうど1年後にですね、アニメージュという雑誌での発言です。 現実の世界に取り残されたルパンに一体何ができるだろうせいぜい少女の心を盗むぐらいしか残されていない。このなんかネガティブ発言ですね。あのー、 少女の心を盗むってのは何のことかっていうと、銭形警部がもう映画のクライマックス、最後の最後で、ルパンは大変なものを盗んでいきました。あなたの心ですっていうふうに言ったんですね。で、これが一応大感動のセリフというふうなことになってるんですけども、実は宮崎駿にとってみれば、ルパンっていうのは少女、せいぜい少女の心を盗むぐらいしかできないちっぽけなやつなんだ。それはなんでかと,いうと現実にもう残されてしまった。 だだからなんという,うのことを言ってるんです、ね、なんでこんな、まあ、今病んでるっていうか <laughs> コメントがあったんでその通り病んでるっていうかですねあの銭形のあなたの心ですっていうのに感動した人にはこの宮崎駿のこの絶望感っていうのかなあのなぜこの作品を作ったのかというのはなかなか伝わりにくいとどういう思いでカリオストの城を作ったのだろうかっていうのをですね今回見ていこうと思いますそのためにですね、えー、まず宮崎駿 カリシロ年表というのを作ってみました <laughs>。はい。もうね、毎回ね、このね、宮崎駿の年表、ジブリ年表はね、作るたびにだん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 長くなるんですけれどもですね <laughs>。はい。 えー、まあ1941年生まれ学習院大学を卒業して、東映動画へ正社員採用で入りました。正社員という枠が、まあ、当時あったかどうかは別として、まあ、いわゆる社員枠として入ったわけですね。で、65年から68年に3年がかりで高畑勲の下でですね、太陽の王子ホルスを作って、で、71年ですね、このホルスの後ですね、71年に東映を退社して、長靴下のピッピのを作るために A プロ。で、原作者の OK が出ずに、ルパン三世、テコ入れに参加。これがテレビ版のルパンです。 で、その下ですね、えー、72年から73年、パンダコパンダの劇場を2本作って、随様、後の日本アニメに入りですね、えー、アルプスの少女、ハイジの準備にかかります。で、74年にですね、ハイジが放映したら、これがまあ、初めての商業的な成功、その後、母を訪ねての三千里というふうなことで、まあ、あの、アニメ界ではもう本当に知る人ぞ知るというかですね、まあ、知らない人がいない状態になりました。 で、1977年初監督作品、テレビでの監督作品、未来少年コナンの準備に入って、78年コナン放送。その後ですね、テレコムという会社に移籍して、夢の国のリトルにもというですね、プロジェクトに参加して、高畑勲らと共にですね、日本側の監督候補となって、日本とアメリカとの間を往復します。何度も何度も往復します。で、この間にですね、1979年にカリオストの城を公開してっていう、 大体この一番下の、このその次の下の82年、ニモに嫌気がさしてレコム大社。このあたりまでがですね、ルパン3世、カリオストの仕に関わる宮崎駿の年表ですで。今回はですね、これをこう見ていこうと思います。えー、ではですね、まあまあ、最終的なゴールはなんでルパンが金を捨てたかなんですよ。2冊を捨てたかなんですけども。 今コメントで、えー、完成しなかったんだろうにもって。そんなことはないんですよ。にもは完成してるんですよ。ただそのにもの悲しい運命も、まあ後半で話しますね。後半じゃないか。今からね、10分後ぐらいに話してなきゃいけないんですけどもそもそも、じゃあ、ルパン三世カリオストの城っていうのはどういうアニメなのかっていうのを理解するには、 テレビ版の宮崎駿がテこ入れに参加したルパン三世っていうテレビシリーズを知らなきゃいけない。で、そのテレビ版のルパン三世を知るにはですね、原作モンキーパンチのですね、ルパン三世。これ読んだ人本当にどれぐらいいるのかなって思うんですけども。<laughs> 読んでますか本当に。<laughs> 僕は一応連載当時の漫画娯楽とかが、まあなんかあの、食堂とか歯医者とかにあったんで、チラ,チラ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 見たんですけどもですね、あ偉いな結構読んでるな偉い偉い。 まあ、あの、絵柄的にはですね、こんな感じなんですね。かなり細かいです。えー、当時ですね、劇画って言われるのがですね、まだ見せ方が確立してなかった時代なので、1ページごとの情報量がすごく多いんですね。で、えー、これはあの、あの、銭形警部ですね。で、銭形警部がいてですね、この中にルパンちゃんといるんですよ。ちょっと待ってくださいね。うんと、 わかりますかこいつがルパンなんですけどもルパン変装して入ってるんですけどもはいこのガネかけたこの兄ちゃんですねこいつがルパンなんですけどもまああのルパン初登場これ第1話なんですけどもあのかなりねおしゃれな絵柄ですでおしゃれなのも当たり前でですねモンキーパンチっていう人はですねあのアメリカのですねマッドっていうあサブカル雑誌があるんですけどそのマッドの,あの常連 寄稿者であったですね、あの、モートドラッカーという人にすごい影響を受けてるんですね。で、これがモートドラッカーの絵柄なんですけども、あの、ルパン三世の絵にすごく似てる。まあ、何かっていうと、女の人の太ももとかを太く描いて、ウエストを極端に絞る。で、えー、手のひらとかですね、足。これ、あの、靴とかですね、手のひらを見てもらえばわかるんですけども、ものすごくですね、あの、末端肥大症のように足とか手のひらが大きいんですね。で、こういうふうな描き方をしているところに、モートドラッカーの特徴がある。 このモートトラッカーの特徴をですね、なんか日本人なりに漫画の形、コマ漫画の形に落とし込んだのがモンキーパンチです。で、えー、ルパン三世漫画版の方はですね、まああの、漫画娯楽ですね、1967年から69年2年間連載してたんですけども、まあ、あの、割とね、モンキーパンチの代表作になりました。というか、 あの、モンキーパンチという名前自体が、あの、漫画娯楽の当時の編集長がですね、剣月岡とかですね、なんかそれと同じくですね、なんかね、その、ま、漫画娯楽の編集長は変な人だったらしくてですね、お前の名前は何とかだっていきなり決めちゃうんですよね。なんかエンタの神様のプロデューサーみたいなタイプだったらしくてですね。<laughs> お前恋にしろと言って。で、モンキーパンチさんはモンキーパンチの名前なんか嫌だったんですけども、まあ別に、こんなルパン三世となんて漫画もすぐ終わるし、いいやと思って、で、な、あの、変えたらですね、そしたらそれが代表作になってしまったんで、以後、モンキーパンチの名前を変えることができずに現在に至っているんですけどもですね、えー、人気が出てすぐにアニメ化が検討されました。で、このアニメ化が検討されたなが、あの、流れはですね、えー、っと、 このリトルニモの野望って大塚康夫さんが書いた本があるんですけどもですね。ええー、ですね。これなんかすごい本ですからですね。ぜ、ま、ひ、あ、とも買ってください、えー。ここからエピソード引っ張ってきます。えー、当時ですね、白黒アニメがようやく始まった時代で、フジテレビで鉄腕アトムがヒットしたと。で フジテレビに、まあ、遅れるなとばかりパニックになった TBS はですね、我が社もとアニメを作ろうとするんですけど、誰もアニメの作り方がわからない。なんせ東映動画はテレビアニメやらないと言ってるし、唯一作れる虫プロは鉄アントムで手一杯なんですね。なので社員の友達、単なる社員の友達で人形劇団をやってたですね、藤岡豊っていう人にですね、声をかけてアニメ作ってくれと言ったと。で、あ藤岡豊はそれでですね、この東京ムービーっていう、ルパン撮影作ることになった会社なんですけど、東京ムービーで会社を作ったんです。 ですけども発注がもうとにかく作ってくれだったんで、会社設立より先にあのビッグ x ってアニメをですね。オンエアしたっていうぐらい。もう本当にバタバタ状態だったそうです。で、えー、その次にですね。ビッグ x がヒットしたんで、えー、初代お化けの q 太郎ですね。東京ムービーは作り出します。で、このお化けの q 太郎を作る時にはもうアニメーターが。 いないのでですね、えー、虫プロとかですね、東映動画の会社の出口で待ち構えてですね、出てきたアニメーターを本当に袖引っ張って裏口に連れてって、いくらでどう、いくらでどうというふうに金をその場で払って引き抜くというえげつないことをしたそうです。で、まあ、そんなことをえげつないことをされたアニメーターマネグメーターでですね、東京ムービーにお化けの九太郎のところ行くんですけど、お化けの九太郎のですね、動画用紙の書き方をものすごい誤魔化したそうなんですね。もう普通に九太郎を書けばいいところですね、全員が素人のいいことにして、 九太郎の胴体だけ描いて、別セルに手だけ描いて、絶セルに目だけ描いて、口だけ描いて、合計6枚で請求書を出してもですね、この時代バンバン通ったそうなんですよ。で、それで、ものすごいアニメーターを大儲けをしたそうでですね、後にこういうアニメーターを集めて首にするのが大変だったっていうふうに、大塚さんが語ってるぐらいですね、有名なですね。だから、昔からアニメーターは虐げられたっていうふうによく言われてるんですけど、そんなことはな、ね、い。相手が素人と見るや、 アニメーともとことんエグいことをやっていたですね。<laughs> なかなかたくましい時代だったんですね。で、でですね、東京ムービーはですね、そのビッグ X とですね、お化けの9太郎の次にカラーで始めたですね、巨人の星ですね。これがもう大ヒットします。で、巨人の星の大ヒットしたので、そのまま続くですね、ルパン3世でですね、大人向けのアニメというのを狙いました。で、 この当時、どんな状況だったかっていうとですね、1968年、本当にね、ルパン三世が連載してる最中に、大塚康夫さんですね、このカリオストの城でも作画監督をする、まあ、おじいちゃんのアニメーター、今でもおじいちゃんアニメーターでいい味出してるおじいちゃんなんですけども、でい、未だに現役のアニメーターなんですけどもですね、この人がですね、千葉の船橋でさ、あの、サーキットに出ていた。サーキットとは何かというと、あの、ミニカーのサーキットじゃないんですよ。本当に自分の車をですね、レース場に持って行って、ぐーっと走ると。だから、あの、 このルパン3世が、あの、本編の中に乗ってるフィアットという車、これ何かっていうと、あの、大塚維持さんの本当にその時に乗った愛車なんですけども、これに乗ってですね、千葉までガーッと走っていって、で、レース場に行って、ぐ,ぐんぐん走っててですね、まあ、勝った負けたというのをガンガンやってたそうなんですけど、その時にですね、 なんか、いつも近くに座る変なおっさんがいると。まあ、怪しいおっさんなんですよ。もうあの、薄茶色のサングラスかけてですね。目が細くて怪しい人が出てですね。いやーレースすごいですね。とか、お仕事なんですかアニメやってるんですかはあ、日本のアニメはダメですね。こんな自動車がかけてないな。とかですね。あなたもアニメーターだったら自動車かけるかな。いや、でも本当のこんなレース、迫力あるようなレース、あなたにはかけないだろうな。日本でかける人いるのかなというふうにです、ね。大塚康をバン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 追い込んでいくわけですよ。で 大塚安は、なんだこの怪しいじじいと。実はこれがこの藤岡豊東京ムービーのですね、社長のですね、勧誘というかですね、例の虫プロの出口にいてして引っ張ると全く同じで、大塚安を一本釣りしようとしてるんです、ね、当時の東映で働いていた大塚安を、なんとかしてこのルパン三世に引っ張っていきたいというふうなことでですね、一本釣りをしてです、しようとして、毎週のようにですね、自分は全然興味のないオートレースに出かけていって、こ小さく小さくあの大塚安にずっと 声をかけたで大槻さんは本当にこいつは怪しいけど面白いということでだん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 興味を持つようになってしまいます。でしかしですねあのまあその時すでにあの同じ人形劇仲間の大角正明という人をルパンのですね監督に誘ってたわけですねでに。でも そのルパンですね、なかなかスポンサーも曲も決まりません。もうなんせ大人向けのアニメを作ると言ってもですね、そんなニーズがないんですから。アニメというのは子供向けで十分視聴率ですね、どんなくだらないアニメでも。 当たり前のように20%、30%という視聴率を取ってた時代なんです。面白いアニメだったら40%。つまらないアニメでも20%取った時代だから、もう誰も別に無理して大人向けのアニメ、特に手間かかったりですね、PTA から苦情が来そうなことをやってもしょうがないわけですね。で、スポンサーも局も嫌がったと。で、その間にですね、この藤岡豊さんという人はもうなかなか活動熱心な人で、ムーミンの原作権を取ってしまいます。で、これなんでかというとですね、 そのビッグ X、手塚さんの漫画。で、えぇ、ー、お化けの旧太郎、藤子不二雄の漫画。巨人の星、え川崎登の漫画と。漫画原作をアニメしてたんだったら、ずっと日本の出版社が権利を持ってしまって、金が儲からないと。もっと大きいビジネスをしたい。海外にも売りたいと。そうなると、児童文学というのを日本のアニメでやろうというふうなことを、早くから考えた人なんですね。なので、ムーミンのあのアニメ家権を手に入れて、 まず先にムーミンを作った。で、大塚さんとかもですね、ムーミンに参加したわけですね。で、その、結果的にそのムーミンやったということが気に入って、あ、もうこの東映動画には先はないわと思った宮崎駿、高畑、勲の両名は、結果的にですね、後に東京ムーミン、この藤岡さんの会社の子会社のエイプロに入ることになるんですけども。で、そこでですね、長靴下のピッピを作ろうと、ちょっと話が。 飛んじゃうんですけども、ええー、結果的にですね、あの、宮崎や高畑はですね、さっきの年表で言ってた通り、よいしょ、<laughs> ですね、えー、と、ええー、東映を大社長尽くしたのピッピ制作のため A プロに入ると。で、結局それはでも原作者の OK が出ずに、ルパン三世、テコ入れに参加という大きい流れになります。ですね。で、この、 えー、宮崎高畑が長渕したピッピがまだできると思った。原作者の OK が出ないとはまず思わなかったんですね。まあ、権利交渉やってて、なかなかいけそうな手応えだったんですけども。で、という時にですね、あの、ようやっとテレビ版のルパン三世が動き出しました。で、宮崎さんはですね、ルパン三世、興味はあるんだけど、まあ自分の作品じゃないというふうに思ってたんですけども、 えー、大隅さんのです、ね、お先に言った大隅正明さんという人の監督でルパンが始まりました。で、大隅さんのですね、やりたかったルパン3世、テレビ版のファーストシーズンのルパン3世ですね、白毛世代の人物というふうにキャラクター設定されています。で、どういう意味かというとですね、ルパンはフランスの貴族の末裔なんですね。おじいちゃんのルパン1世が大泥棒アルセーヌルパンでですね、大金持ちなんですよ。で、この莫大な資産を受け継いでるからですね、 実は泥棒なんかしなくても構わない。それよりは退屈しきってるから遊びたいと。だあの、泥棒が失敗しても全然気にせずに、あーと笑ってて、女だ、ギャンブルだ、酒だっていうふうな、その日その日楽しいことに、もう、老けてるっていうのを大隅さんが提案しました。で、これはですね、あの、スポンサーにもようやっと受けられたんですね。 なんでかっていうとですね、スポンサーとして決まったのがですね、あの、咳声喉に朝田飴で有名な朝田飴だったんですよ。で、浅田飴としてはですね、まあ、まあまあなんか、お菓子会社か製薬会社かって、まあ製薬会社なんですけど、朝田飴としてはですね、自社が、あの、提供するアニメーションで、泥棒が主人公で、毎回物を盗むというわけにいかないんですね。なので、ルパン三世で泥棒なんだけども、まず人を殺すのはやめてくれと。で、次に、 物を盗むのもやめてほしいっていうことだったんです。なので、ルパン三世は泥棒するんだけども、毎回失敗するとかですね、意味がないものを盗もうとするというふうなことに、 なっちゃったんです。だから、これがコンテレビ版のルパンの初期設定で、それがね、未だにこう続いてるは続いてるんですね。だから、ルパンってシリーズで、なんか泥棒なんですけども、ほぼ泥棒が成功したシーンがあまりないと。オープニングでなんかこう宝石持ってヘリコプターにバラバラバラって乗ってるんですけども、ああいう瞬間はあるんですけども大体、大体成功しないかなんかっていう回になってるんですよ。そういうふうな構造になってるんですね。でも、それでも構わない。なんでかっていうと、 貴族の末裔で財産がもうごちゃっとあるからっていうのがルパン3世です。なので、この時にですね、描かれたルパンは、あの、ちょっとね、あの、僕が思ってる絵が見つからなかったんですけども、えー、ルパンを作るにあたって巨人の星のスタッフをそのまま連れてきたんですね。なので、あのー、一緒あの、大塚康夫さんはですね、めちゃくちゃ苦労します。こっちに出しっぱなしにしとこうかな。 大塚康疲さん、めちゃくちゃ苦労します。なんせ巨人の星はこのあの昨日まで書いた人だからみんなこう真っ直ぐ立っちゃうんですね。でルパン3世はそうじゃないです。あの体の重心を崩してくださいって必ず片一方の足だけに重心を置いてこんな感じで斜めに立っているような感じでお願いします。ほっとくととにかく巨人の星のスタッフは真っ直ぐスックと立ってしまうからそうじゃなくてこうぐにゃぐにゃっと曲がりくねったような感じで あの、椅子に座ってる時もまっすぐ座るんじゃなくて、必ずこういうふうに崩してくださいっていうふうに、もうくどいほどくどいほど、えー、お願いしてですね、アニメーターに書かせてるんですね。で、そうやって、なんとかそのルパン三世っていうのをですね、テレビのアニメでやって放送したんですけども、あの、さっきも話しました通りです。当時、面白いアニメだったら40%なんですよ。 で、つまんないアニメでも当たり前のように20%を超えた時代に、ルパン三世第1話の視聴率9%だったんですね。で、回を追うごとにさらに落ちて6%になるんですよ、第2回か第3回で。 で、これにはですね、その、大人向けのアニメを作ろうというふうに意気投合していた広告代理店がまず最初に文句を言って、次に、ね、朝だめもなんだこれはというふうなことになって、大隅さんを呼んでですね、対策会議を開きます。ところが、監督の大隅さんはですね、いや、最初から話してる通りだと、これ大人向けのアニメなんだからと、大人はそんなもともとアニメなんか見ないからというふうにあって、9%も全然構わないというふうに言うんですけども、 スポンサーも局もそれでは納得しないというふうなことで、えー、大角さんはです、ね、怒って、それ以降、打ち合わせに一切参加しなくなりました。つまり、第6話から第7話あたりで、事実上、監督が不在の状態になってしまったんですね。で、そこで、監督のですね、藤森さんが目をつけたのが、えー、宮崎駿と高畑勲ですね。ちょうどその時にですね、長は、あの、 長靴下のピッピの原作者から脳、NO、が出てですね、まさに東京ムービーっていうのはですね、倒産状態にあったんですね。あの、準備に3年間もかけたルパン3世がですね、まず視聴率6%になってしまった。で、長編としてやるはずだった長靴下のピッピがですね、原作者の脳、NO、が出たどういうふうにすればいいのかわかんない。とりあえずなんとかするしかないというふうなことで、高畑宮崎をですね、無理やりルパン3世第一シリーズのですね、てこ入れ。 としてですね、入れます多分あの <laughs> 視聴率を取るための手こ入れとしては歴史上一番向いてない2人だと思うんですけどですね <laughs> 入れられたらですねそのまあまあ2人とも真面目だからですねあの仕事するわけですねで, <laughs> であの宮崎駿はですねルパン3世っていうのを徹底的に改造しようとしますどんなふうに改造しようとするのかというとそのフランスの貴族というのをやめるんですね、えー 金持ちで退屈してるから盗みを遊びでやるというルパン三世の設定を綺麗に入れ替えてなんかこのなんか面白いことはないのかというふうに目を魚ろつかせてるイタリアの貧乏人フランスの貴族からイタリアの貧乏な若者っていうふうに話を入れ替えちゃうんですねで、その時にそのルパンが乗っていた車がこう第一シーズンですね これあのベンツ SSK っていうですね、あの自動車なんですけども、えー、このベンツ SSK っていうのはですね、まあ、めちゃくちゃ今高いんですよ。あの、今っていうか当時からも高いんです。で、なんでかというとね、確かね、30台ぐらいしか、あの、作られてないんですね。で、30台ぐらいしか作られてなくてですね、で、おまけにこのルパン3世が乗ってる SSK はですね、フェラーリの12気筒のエンジンを積んでるんでですね、エンジンの価格を含めたらだいたい15億円ぐらいする自動車なんですよ。 で、こんなのに乗ってるはずがないと。あの、ルパンっていうのはこういう贅沢を散々やって、もう飽きてると。 散々やって、もう飽きてるから、ルパンが乗ってる車なんて動けばいいんです。それがいいですって言って、窓、窓の外にたまたま駐車していた、大塚康夫さんのですね、愛車のですね、<laughs> フィアット500個を指差して、あんなポンコツの車がいいです。<laughs> 宮崎さん、あれ俺の車だよっていう、ね、やりとりがあって、結局この車になったんですね。なので、ルパン3世シーズン1の第16話はですね、宝石横取り作戦で、これあの、藤子が乗ってきた車を、 最後逃げるときにルパンがそのまま乗ってきて、以降ルパンの愛車ということになるんですよ。だから、あの別にフィアットってカリオストの城から使ったんではなくてルパン第一シリーズでですね、すでに1971年の段階で宮崎駿が手こ入れのときからもうルパンの愛車はこれだと。もうあの、 いつまでもなんか高級なもの、なんだろうな、高級な酒を、シャンパンを飲んで、で、世界に何台しかない名車に乗ってっていうのはダサくてしょうがない。そうじゃなくて、こういうのに乗っててハングリーなルパンっていうのを書きたいっていうふうなことで、ルパン三世っていうのは路線変更することになったと。でも元々の貴族の設定も残ってるから、第一シーズンはそれが何かね、うまいことごちゃ混ぜになって不思議な魅力になってたっていうことなんですね。で、 まあ、宮崎駿は当時ですね、ワルサー P38 という拳銃なんて、ドイツ軍の正式な拳銃だ、イコール何十万兆何百万兆も使われてんだと。そんな量産品の安物の拳銃を使ってるのが貴族であるはずがねえだろうと。<laughs> フランス人だったらワルサー P38 使うなよっていう、というようなまあまあ文句もつけながらですね、この、あとその人物に深みがないというのもですね、すごい宮崎駿は攻撃しました。ルパン三世というのはもともと大隅さんが考えたんではですね、 トムとジェリーだと言ってたんですね。トムとジェリー仲良く喧嘩しなで、ジェリーというネズミが逃げて、トムという猫がムキになって追いかけると。だから、ルパンが逃げて、ゼニガタがムキになって追いかけるっていうコメディーをやろうとしたんですけども、宮崎駿はこれも大嫌いで、 もう、そんな当たり前のことを今更やってどうするんだと。それでテレビシーズンが何本も作れるかと。そのもう5分のアニメ1本や2本だったともかく、トムとジェリーで、俺や高畑勲が青春を燃やすことができるはずがないっていうふうに言ってですね。<laughs> まあこの、この辺ですね、その人物に深みがないからとか、単なる追いかけっこはダメだっていうのは、カリオストロの城ではなくてですね、すでに1971年の段階で宮崎駿はすごく強く主張してたんですね。で、 その時にですね、はっきり宮崎駿が、ルパンが面白かったのは1968年の連載当時であって、1971年。もう彼の居場所はどこにもないっていうのを、あの、当時からずっと語ってます。企画書にも書いてるぐらいです。で、もう一回ですね、ちょいとだけ年表に戻りまして。でまあ、この後ですね、えー、ルパン撮影、テコ入れに参加した後、70年、73年からパンダコパンダに参加して、 瑞穂、えー、に遺跡廃止の準備して廃止っていうふうな流れになるわけですねさてえー、廃止のあとですねあの母を訪ねて三千0を人った宮坂駿はなかなかカリオッの城に行かなくて申し訳ありませんもうね45分過ぎ40分過ぎちゃったんですけどこのままもう少し続けますねとにかくカリオッの城に入らない限り有料放送に行けそうにないから <laughs> で、アルプスの少女ハイジとハト母を断然三千里やったところで宮崎駿はですね、ちょっとね、自分のアニメーターとしての歴史にあの疑問を覚えるんですね。っていうのは、太陽の王子ホルスの頃から宮崎駿っていうのはイメージボードを書いて出してた。そうすると高畑勲がそれを採用してくれたと。 それはもう昔から宮崎駿のやり方なんですね。どんな仕事であろうと自分が面白いと思ったシーンをまず絵にして圧倒的な画力、イメージ力でどんどん見せてしまう。上の人間を見せる。そうすると監督というのはそれを採用せざるを得ない。そうするとストーリーがもう全部変わってきて作品が自分のものになってくるというのはこれもう宮崎駿が最初からやったことなんですよところが、アルプスの少女ハイジと母を訪ねて3000里で初めてそれができなかったんですね。高畑伊佐にいいように扱われたんですよ。 あの、それまでは高畑さんがこんな作品を作ろうって言っても宮崎さんがものすごいボード書いてきたら高畑伊佐それかっこいいじゃんか出そうよっていうようなことでどんどん変わってきたのが、<laughs> ハイジと三千里っていうのはも元のストーリーがあって、で、高畑伊って本当に原作を大事にする人なんでそこを曲げなかったんですね。で、宮崎駿はものすごく働いたんだけど、それは高畑伊のイメージをなんだろうな、膨らますための道具に使われた。それで本来言えば本望なんだけども、なんかこれまでの わがままを入れた立場ではないと。なんかね、僕もね、これわかるんですよ。あのね、僕昔、SF 大会とかやった時に、トップに立つのがすごい嫌だったんですね。実行委員長とかですね、代表とかになるのがすごく嫌で、そうじゃなくて2番目、3番目ぐらいで、 なんか好きなことを言っていて、それを採用させてっていうのがすごい好きだったんですよ。で、後で聞くと、赤い高見もそれが大好きで、赤い高見は僕に対してそれをやってるわけですね。<laughs> あとあの、山がもそうなんですけども。やっぱみんなそうなんですよ。もう一番上に、だから社長とかプロデューサーというのを置いて、それに対してクリエイターしてわがまま散々言って、採用されたらラッキー、採用されなかったら文句言えばいいっていうポジションが、やっぱクリエイターというのはすごい楽なんですね。宮崎駿も 宮崎駿の使い方っていうのを扱あのわきまえてしまって <laughs> <laughs> あの歯を立てて三千里とハイ師で宮崎駿を使いこなしてしまったんですね。で、あのー、それでですねその1977年に NHK から話があった時に未来少年コナンで自ら監督するっていうことに乗り出したんですね。 自分はやっぱり一スタッフになってしまうのか、自分がやりたいイメージっていうのをどんどんどん映像化するには自分が監督しなきゃダメだなというふうなことで、77年に未来少年コナンというのを作ります。で、ところがですね、コナンをやった時にですね、まあ、あの、これはあの、ラピュタの時にも話したと思うんですけども、えー、宮崎駿はまたですね、ジレンマにぶつかります。というのは、 コナンで監督をやるとですね、友達が描いたカットにボツを出すんですね。で具体的に言うと、ずっと親友として一緒にアニメーションを作ってきた年上の大塚康夫が描いたカットにもボツを出す。 で、大塚さんが俺にもラナ書かせてくれよって言ったら、いや、大塚さんはラナを書いてはいけないと。大塚さんはジムシーを書いてくださいっていうふうにですね、なんか親友の頼み、これ、大塚さんがマジでラナ書かせてって言ったんですけど、宮崎駿はラナだけは俺が書くって言って、書かせてくれなかったんですよね。で、こんなことがやっぱしょっちゅうそこら中であったもんだから、宮崎駿は、それですごい凹んで、どん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 友達が減って、僕にはもう今、誰も友達がいません。というふうなことで、コナンが終わった後ですね、 まあなんかやりたいことをやりきったというのもあるんですけども、高畑さんのところに頭を下げてですね、えー、パクさん手伝わせてくださいっていうことで、次のですね、あの、赤毛の案に手伝いに行くんですね。で、赤毛の案で単なる一スタッフとしてやろうとしたんですけども、前も話した通り、赤毛の案に入った宮崎さんはですね、その初日に隣の席に座ってるアニメーターにそれは違うって言ってこ <laughs> 書き直したりして、まあえらいことになったそうなんですよ。で、何よりでも、 赤毛の案に宮崎駿が没入できなかったのはですね、近藤義文。まああの、ファンの間では近藤気分って言われている方ですね。えー、耳をすませばの監督やった人なんですけど、この近藤義文さんがですね、高畑勲のも相棒になっちゃってたんですね。もう赤毛の案は最初からこの近藤義文ありきの作品で、作画監督は近藤義文っていうことで世界ができてると。あ 昔のような、俺が無茶な提案をして、高畑さんがそれを採用してくれてっていうような時代は、 もう違うんだっていうふうに宮崎駿は思ってしまって、もう俺の場所はどこにもないと思ってたんですね。で、この近藤義海さんっていうのはですね、ちょっとまあ余談になるんですけども、本当にアニメーションの申し事が天才でですね、あの、高畑伊佐夫が蛍の墓、宮崎駿が都販のトトロを同時に作った時あったじゃないですか。で、この時にこの近藤義海の取り合いになったんですね。で、えー、高畑伊佐は他には誰もいらないから、今ちゃんだけ欲しいと、近藤義海のこと。今ちゃんだけ欲しいっていうふうに言ったら、宮崎駿が、 んちゃんが家に入ってくれない、トロトロやってくれないになったら、俺は監督降りるっていう。大喧嘩になって、<laughs> 大喧嘩と言っても、この二人顔を合わせて大喧嘩しないんですよ。両者ともです、ね、鈴木敏夫に向かって喧嘩を売るということになってです、ね、<laughs> 鈴木敏夫は、もう最後の最後。 宮崎さん、あなたは絵が描けるじゃないですか。高畑さんに絵が描ける見方を一人ぐらい作ってあげてくださいよということで、宮崎駿を大説得してですね。で、この宮崎駿が、コンちゃん以外誰もいらないって言ってる間に、ちゃっかり安野秀明もですね、高畑さんに撮られてるっていうですね、らいことになってたんですけどもで、ね、結局、まあ、それぐらいですね、取り合いやったんですけど、まあ、それがあの、近藤さんという人です。で、赤毛の安で,でですね、その近藤さんと、 高橋さんが組んで仕事をしているというふうなことを落ち込んでいるとき、ちょうどその時にですね、テレコムというですね、全く新しいアニメ会社が生まれようとしていた。このテレコムがルパン三世カリオストの城を作る作画スタジオです。で、ここですね、やっと年表のここまで来ました。えっ、ー、と、えー、コナン放送テレコムに移籍。 夢の国のリトルニモに参加。高畑と共に日本側監督候補になって、日米を往復。その後にカリオストろの城になるんですね。この、まあ、1年間の間に何があったのかです。で、ここから有料で、いや、違うんですよ。まだ語るべきことを語ってないので、もうちょっと無料放送を続けて大丈夫ですか <laughs> はい。で、 あのね、いや、ここでね、終わっちゃったら詐欺だと、ちょっとごめん、熱くなってきたから、服の上脱ぐね。もう落丘だよね。<laughs> よいしょ。<laughs> まだそうだよね。アバンタイトルのね、最初のね、2分しか話してないんだよ、カリオストの城。ろ。 えー、まあ僕はこれあの歴史の歯車が動き出したというふうに呼んでるんですけども、ついにですね、ハリウッドが宮崎駿という巨大な才能に気がついたのが、この夢の国のリトルにも事件なんですね。で、えー、実はですね、宮崎駿はですね、このルパン3世カリオスソンシロというの映画の監督をするつもりは全くなかった。ルパンは第一シーズンでやり尽くしたというふうに言ってたんですよ。で、それよりも、その、 夢の国のリトルにも、にもと呼びますけど、にものですね、ハリウッドの合作アニメ、予算55億円です。で、プロデューサーにはですね、ジョージ・ルーカス、脚本はレイ・ブラッドベリーと、とんでもない作品になってる。これのですね、監督を予定してたんですね。で、あのー、さっきのですね、あのー、まあまあ、悪徳プロデューサーというかですね、藤岡さんがですね、えー 長靴下のピッピの原作ノーと言われた時から、もう次の作品っていうのを準備してたんですけども、アメリカに行ってハリウッドで成功しようと、日本でいくらアニメ作っても、やっぱアニメっていうのは日本の社会の中で見た、こんなに視聴率を取ってんのに、全然評価されない。誰も金持ちになれない。で、これは間違ってるって、ハリウッドに行こうとします。ディズニーはちゃんと成功してるじゃないかと。で、テスコさんも、タツノコプロも、まあ、あの、講談社のアキラにしてもみんな同じことを言ったんですよ。 あの、ハリウッドに行って日本のアニメを認めさせてやったんですけども、ただ歴史上、本当にハリウッドに行って、ハリウッドで家を借りて、大豪邸を借りてですね、そこに住んで、アメリカ側のスタッフと何年間も交流して、実際にアニメを作ったのは、今のところ歴史上、この藤岡豊、ただ一人なんですよ。あの、茶色のサングラスの細い目の怪しいおっさんなんですけどもですね、<laughs> ただ一人なんですよね。で、この人だけがやったんですけど、それが撮ってきた原作っていうのが、 夢の国のリトルにもです。夢の国のリトルにもっていうのはですね、ニューヨークに日本社のあるヘラルドトリビューンの日曜版に毎週掲載された漫画で、まあ、1ページのカラー漫画なんですね。 で、この一番上の細いところはですね、リト,ののリトルニモ・イン・スランバー・ランドっていう、夢の上のリトルニモ、これがタイトルです。で、毎回毎回ニモが不思議な夢を見ます。で、これ何かというと、ベッドに足が生えて、どんどん伸びて、外に出たらですね、その、どん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 その足が高くなって、最後はビルを乗り越えて、で、ビルのなんかこう、足がこんがらがっちゃって、ベッドから落ちて目が覚めるっていうですね。まあ、こんな単純な漫画なんですけども、めっちゃくちゃ人気あったんですね。あの、実は、 アメリカの漫画の歴史上一番人気があった作品というふうに言われてます。で、1ページで全部終わって、毎回毎回ラストシーンはニモがベッドから落ちると。ニモが見てた夢なんですって落ちなんですけども。まあ、とにかくあらゆるお話のバリエーションがこの中にあってですね。大、まあ、あの、すごい人気があるので、多分これがアニメ化されたらミッキーマウスよりもよっぽどヒットしたというふうに言われてるんですね。で、 この時のですね、この藤岡豊さんはものすごい神がかっててですね、何がすごいかって言ってですね、その、この原作を撮っただけではなくてですね、スタッフとしてディズニーの このファンタジアとかですね、白雪姫の時代のアニメーションをしていたですね、え、ナインオールドメンって言われる、9人の老人って言われるです、ね、白雪姫かと思うんだけど、九人の老人って言われる名アニメーターがいるんですね。で、この、えっ、ー、と、フランク・トーマスとオリー・ジョンストンって、まだ生きてる、この2人をですね、まずスタッフとして参加させることに成功した。で、次にプロデューサーにですね、ジョージ・ルーカスを呼んできてですね、え、脚本にさっきも言ったように、レイ・ブラッドベリーを書かせてですね、で、おまけに日本側の、 え、スポンサー、金を出すスポンサーはですね。例のサラキンのアコムを連れてきたんですね。で、このアコムがですね、事実上、もう金の蛇口と化してですね、なんぼでも予算を出してくれるんですよ。で、これに対して日本側のアニメーションスタッフ、アメリカは技術的にア,ニメ,アメリカのアニメーションを教えるということでナインオールドメンを出すんです。実際に作るのが宮崎駿、高畑勲、で、さっきに言った近藤紀文、ほかですね、もう本当にあり得ない日本のスタッフをです、ね、全部ハリウッドに連れていってですね、で アイオールドメンが私授業をするっていうですね、もう嘘のような話があったんですね。で。 このですね、えー、アメリカはですね、高畑宮崎の実力を知らせるためにですね、カリオストの城と、ようやく完成したカリオストの城と、その後に完成したジャリンコ知恵のですね、字幕版っていうのを作ったんですよ。で、これを藤岡さんはハリドに持ってって、当時のスタッフたち、もしくはハリドの業界人たち、映画作家たち、ついにはですね、アニメーションに興味がある人、関心があるテレビのプロデューサーとかに、見せて見せて見せて見せまくったとで。上映会はやれまくったんですね。で、その時のアメリカ側のパニックになり方がすごい。 と,とにかくそのナインオールドメンはですね、一目見てですね、カレオソの城を見て、これ俺たちが教えることが本当にあるのっていうふうに言ったぐらいですね、<laughs> カレオソの城のレベルが高い。で、偶然ですね、カレオソの城を見ることになったスティ,スティーブン・スピルバークはいまだにですね、俺がカーチェイスシーンを撮らないのはカレオソの城に勝てるはずがないからだって言ってると、全部この時の藤岡さんの、とりあえず相手を選ばない、 試写会が原因なんですね。で、後にピクサーをあの作ってですね、まああの大映画監督になりプロデューサーになるジョン・ラセターもこの時にですね、最初はディズニーに入社してアニメーションを作りたいと思ったらですね、この上映化に巻き込まれて見た瞬間にもう俺は宮崎駿の弟子になるというふうに決めちゃったと。<laughs> まあこういうことだったんですよ。だから、このアコムがその時に出した予算、これ55億円というふうに言われたんですけども、この55億円の予算、 がですね、ちゃんと使われていて、で、プロデューサーもですね、スタッフもちゃんと稼働していたら、おそらく1980年ですね、カリオストの城の次の宮崎駿の作品は、リトルニモになってたんですよね。で、そうしたら、もののけ姫が出てですね、アカデミー賞を取るのが1997年なんですけども、おそらくですね、それより20年近く早く宮崎駿はですね、その、ハリウッドという場で才能を、 解放できたはずです。で、あのー、結果としてですね、ニモは、この後ですね、大、なんだろうな。 迷宮入り、迷宮入りとかですね、あの、迷路に入っちゃってですね、完成までに10年かかってしまうんですね。で、その間に初期メンバー、今言った豪華なメンバーのほとんどは抜けてですね、無限にあると思えた制作費55億円も全部使い切って、追加でアコムが用意した10億円も全部使っちゃって、最後は宣伝費すら残っていないと。宣伝費しか残ってなくて、ようやくできたフィルムなので、 アメリカ中の映画館でかけたんですけども、興行成績は散々ですね。あの、4億5千万しか稼げなかったというふうに言われてます。ということで、大失敗作というふうなことになってしまった。後に、その、アメリカでいろんな賞を取ったんですけども、まあ、カレオスソン・と同じですよね。あの、全然成功しない作品になって、藤岡さんは公開の前の年に失意のうちにこの世を去ってしまった。死んでしまったというふうなことになります。で、失敗のこの原因は、 ええとですね、何より最初に抜けたのが、抜けたのが、あの、ジョージ・ルーカスだったんですね。ジョージ・ルーカスが、俺アニメやる、あんまりね、今からやるんではなくて、それだったら、あの、こいつがいいよって言って、スター・ウォーズを当時、プロデューサーがやってたゲリー・カーツを紹介したんですよ。で、このゲリー・カーツっていうのが全て悪かったっていう,うに言われています。まあ、あの、大塚さんのそういううに断言してるんですけども。 このゲリー・カーツの判断がことごとく外れたと。55億円プラス10億円というのは誰かが盗んだわけでも何でもないんですよ。本当に延々そんだけ金かけたんですよ。ただ、どんだけ金かけてイメージボードを作ろうが、パイロットフィルムを作ろうが、テストショットを作ろうが、全部ゲリー・カーツがボツにしちゃうんですね。そのボツの理由がゲリー・カーツの気に入るか気に入らないかなんですよ。で、なんでそんなゲリー・カーツはそんなわがまわなことをしたのかというと、ゲリー・カーツはアニメーションという自分がやったことをないことをやる上で、 一番参考にしたのがウォルト・ディズニーがあったんですね。で、ウォルト・ディズニーも自分のクリエイティブな勘だけを頼りに、あ、これ OK、これダメっていうふうに言ってたと。なので、そういうふうにしたっていうふうに言われてるんですけども、ところがウォルト・ディズニーっていうのはですね、もともと、あの、自分のことをミスター・ディズニーと呼ばせなかった人なんですね。ウォルト・ディズニー社のスタッフ全員がウォルトっていう、ファーストネームで呼んでると。 で、ウォルト・ディズニー自身も社員全員の顔を覚えて全員をファーストネームで呼んでいたと。この関係性の中では独裁性っていうのはうまく機能するんですよ。この関係性の中で社員と自分とはことクリエイティブな現場を離れたら友達同士で家族で平等だと。ただしクリエイティブな世界に入った瞬間に俺が全てを決めるという独裁性っていうのはこれはうまく稼働してた。それでもピノキオ以降、のウォルト・ディズニーは このなんだろうな、労働運動とかに巻き込まれてえらい目に遭うんですけども、ゲリー・カーツはこの黄金時代のオルト・ディズニーを、次にですね、ジョージ・ルーカスとゲリー・カーツは二人とも有名な人間嫌いだったんですけど、人間嫌いのままやっちゃったんですね。なので、理由もなく宮崎駿が出してきたイメージボードをどん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 没にすると。宮崎駿は、 リトルニモという作品をやっぱり自分のものにしようとしたんですね。だから、こんな話どうだ、こんな話どうだと、後にもののけ姫とかですね、風の谷のナウシカで出てくるようなイメージをどん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 出していった。でもそれにことごとくボツって言われて、一切理由を言われない。だから、日本側のスタッフで宮崎駿が一番最初にリトルニモから抜けていったんですね。で、こうやっていろんな人が抜けていった結果、 ゲリーカーツだけは最後まで抜けなかったんですよね、藤岡さんと。でも、ゲリーカーツがですね、なんかこう、意味なくダメだ、ダメだ、ダメだ。で、それでも一生懸命スタッフが手探りして、これだったらいいだろうと思ってかけた、あの、作ったフィルムっていうのが、まあ今残ってる。まあビデオにもなってます。え、リトルニモという作品でですね、あの、売ってますし、やっぱり一番いいのは、 あの、近藤気分が作った、友永さんと近藤気分が作ったパイロットフィルム、これ YouTube でも公開されて三3分ぐらいなんですけども、凄まじい出来なんですね。で、もしこの時代にですね、でもゲリーカーじゃなくて、最初からジョージ・ルーカスがですね、プロデューサーやってたら、もしくは、藤岡さんがもっとコントロール権を持ってたらどうなったかっていうと、おそらく高畑宮崎が、まああの、監督をやってたことになるんですね。で、その後の世界の文化地図っていうのは確実に変わってたと思います。 当時、80年代、80年代の初めっていうのは、音楽は YMO が、で、テクノロジーはソニーが、で、経済ではですね、日本のバブル経済、後のバブル経済になるものが、確実にジャパンアズナンバーワンを後押してた時代なんですね。で、その時に映像イメージで、スターウォーズよりすごい宮崎駿、高畑勲のイメージが出たら、おそらく文化的にですね、日本っていうのは、 世界を、のトップを取れたはずなんですね。このトップが取れたはず、世界を征服してたかもしれないというのがもう僕の妄想なんですけども。で、話やっと戻ります。もう1時間にもなっちゃいましたけども。で、そのニモにまだ無限の予算と時間があった頃、えー、夢の国のリトルニモを、 作るためだけにですね、え、アニメスタジオっていうのが誕生したんですね。それが、え、テレコムアニメーションフィルムっていうやつです。このルパン三世を作る母体となった会社です。えー、テレコムはですね、新聞広告を出してですね、1000人を超える応募者の中から、アニメーションの経験がない、アニメーション、テレビアニメを見たことがないという若者をですね、42人は採用しました。で、月岡貞夫さんというですね、狼少年ケンをたった一人で作った、 伝説的なアニメ作家がいるんですよ。もともと東映の人で月岡さだおさんという人。で、狼少年剣っていうのがテレビアニメやるときに原作作って、 で、自分でコンテを書いて、全原画一人で書いて、全動画一人で書いてっていうですね、一 <laughs> 人で全部やるっていうのを4話までやったんですよ。で、5話から、ああ、もう無理って言って、ようやっとスタッフ何人かやったんですけども、最初の4話全部一人で作るという化け物みたいな人だったんですけど、この月岡貞夫さんがですね、あの、教育者となってテレコムに入ってきた42人の若者を教育したんですね。で、それはですね、徹底的なエリート教育だったんです。まず十二人の、 条件がですね、アニメーションを作ったことがない。できれば見たことがない。でも絵が描ける。でそいつらを集めて、月岡さんはまず思想教育をすると。テレビアニメなんか見ちゃダメだと。今のテレビアニメ全部ダメだと。お前たちはものすごい劇場映画アニメを作るんだって言って演説して全員の気分を盛り上げたところで、月岡さんはもう僕の役割は終わりましたと言って去ってしまうと。で、<laughs> 残ったのはですね、42人のプライドだけは高くて、実はアニメーションが何にもできない若い奴が42人。この42人のうち男5人だけで、残りですね、37人、全員美人の女の人だったそうなんですけど、<laughs> <laughs> この美人の女の人がいた。で、ここにですね、大塚さんが呼ばれてですね、テレコム何とかしてくれと、リトルニムを作るためのスタジオを作ったんだけど、月岡さんやめちゃったよ、大塚さん何とかしてって藤岡さんに言われてですね、大塚康夫がテレコムに行ったらですね、何をしてたかっていうとですね、 もう、リア充の集まりなんですよね。4 0人の若者がですね。なんかね、絵を描いてる奴もいるんだけども、歌ってる奴もいてですね。で、と、ラジオから流れてきた YMCA、あの西城秀樹の YMCA が流れたら、全員で YMCA 踊り出したそうなんですけども、<laughs> そんなアニメーションスタジオを聞いたこともないんです。そんな状態だったというふうなことで、大塚さんはパニックになってですね。 もうとにかくまともなアニメーションを作る人間を呼んで教えなきゃいけないということで田中敦子さんを呼びます。田中敦子さんっていうのはあのルパンのですねカリオストの城でこのスパゲティの取り合いしたシーンって覚えてますか スパゲティの取り合いをしたですね、シーンを作った人なんですけども、これですね、この人ですね、実はあのデザイナー学校みたいなところのアニメーション科をの卒業してまだ1年目なんですよ。ま,まだ1年目で,です、ね、めちゃくちゃ上手かったんですよ。で、まずこの人を呼んでですね、で、 そうすると、そのテレコムの若い40人にはすごい反発するわけですね。もう俺たちは何も人から学ぶことはない。俺たちはクリエイターなんだというふうに教え込まれて思想教育されてるから反発してたんですけども、次から次へと大塚さんがですね、ものすごい人材ばっかり呼んできて家庭教師状態でやったもんですから、まあ辞める人は辞めたんですけども、さすが元々ですね、 あの、絵の上手い人間を採用したんでですね、一年がかりでテレコムの人間徐々に徐々に上手くなりました。で、ルパン三世の劇場版の第一作ですね、マモーの野望でですね、作画をちょっとだけ手伝ったんですね。で、その時マモーのスタッフからは、テレコムって言うとプライドだけは高くて下手な奴らだというに言われたのが、大塚さんはそれがすごい悔しく思いながらも自分が手伝って教えて、毎日毎日アニメ塾っていうのを開いてですね、なんとかそいつらの腕を上げていった。なので、カリオストンを をですね、このメインスタジオをテレコムにしたんですね。まあもうあと、にもは、あと2年は動かないだろうというふうに藤岡さんも考えたんで、このテレコムで作ってくれと言われて、宮崎さんパニックですよ。テレコムって言うと、あのもうアニメ界で今一番有名な、世界で一番下手くそで生意気な奴らの集まりだと。で、そこで大塚さんも、いや、俺がなんとかするからって、あの田中さんもいるし、友永さんもいるしでいろんな、とりあえずアニメ界の有名な人がどんどんどん,どん集まってアニメの教育をしたいるというふうなことで、 徹底的にですね、このスパルタ教育をしてですね、えー、なんとか、アニメーションを作れる体制に持っていきました。えー、でですね、実は、ルパン3世カリオスソンシロというのはですね、えー、テレコムの教育用フィルムだったんですね。実は、テレコムの主眼、その時の大塚康夫さんにしてもですね、社長の藤岡さんにしてもですね、目的はカリオスソンシロではない。 そうではなくて、夢の国のリトルニモっていうのを作るためのスタッフの教材として、教育用の材料として、カリオストの城っていうのを一本まるまる使って実力を上げようという視点だったんです。でも、宮崎駿としては自分の監督作品だから、それだけで済まない。とにかくこの下手くそな奴らを、なんとか、なんだろうな、使うしかない。もうほとんど、あの、素人なんですよね。で、すべてにもう宮崎さんとしてはニモは抜けたし、そんな連中の 練習台としてですね、自分の監督デビュー作を作らせるわけにいかない。とにかく下手くそなアニメーターを鍛えながら作るしかない。そのためには、手を抜けるところは徹底的に手を抜くんだけども、クオリティを1ミリも落としたくない。手を抜けるところは全部手を抜いて、クオリティを1ミリも起こさない。この宮崎駿のですね、決意と執念が奇跡のオープニングというのを生むわけです。すいません。<laughs> 無料放送はここまでです。えー <laughs> ごめんなさい。オープニングなんとかやりたかったけど、もうこっから、ええー、と、まだ1時間ぐらいかかるから、アンケートだけ出してください。えー、後半はですね、完璧なオープニングの秘密。これをどうやって素人集団で作ったのかっていうこととですね、で、ブラカリシロですね。一応あの模型とかも用意したんで,ですね。カリオストンシのン中ブラブラすると。で、あと、宮崎駿の その夢の終わりですね。なぜルパンは偽札を捨てたのかという画像をですね。後半で語ってみようと思います。いやー、長くてごめんね。あのね、やっぱちゃんとこれを話さないと、テレコムとニートルニもモを話さないとね、カリオストンしろってやっぱ語ったことにならないんですよ。はい、結果出してください。うわ、なんか変なアンケートが変だ <laughs> <laughs> なんか俺、これ嫌いだ <laughs> <laughs> なんか変な絵だ、えー、では皆さんです、ね、これから2分間ぐらいダラダラしますんでですねその間にですねトイレに行ってくださいでは有料の方に切り替えてください岡田敏夫です最後までご視聴ありがとうございました岡田敏夫ブロマガチャンネルのご案内です 毎週日曜夜8時からニ、ね、ニコニコ生放送、岡田敏夫ゼミをやっています。テーマはアニメや SF ハリウッド映画や経済問題などまああの政治とスポーツ以外はですね大体取り扱ってます、えー、番組は毎回無料のです、ね、表放送45分と有料のです、ね、裏放送がその後でさらに45分合計90分あります。 岡田敏夫ブロマガチャンネルではですね毎月たった500円でこの表裏両放送がすべて見れます過去の放送も見れますしあと毎日メールマガも配信しております、えー、参加お待ちしております